里芋ご飯第2弾洋風です。玉ねぎのみじん切りとエビをオリーブオイルで炒めます。里芋は食べやすい大きさにカットします。里芋ご飯を作ります。先ほど炒めた玉ねぎのみじん切りとエビを入れちゃいます。まさかの動画が撮れてませんでしたが、里芋とエリンギを入れます。味付けはコンソメ、醤油に白だし、味塩コショウ、そして欠かせないのがバターです。ご飯が炊けている間にパセリのみじん切りをします。このパセリも庭のパセリです。洋風の里芋ご飯です。どうぞ食べてください。あ、美味しそう。なんかシチューのような匂いがします。本当、はい、いい香りです。いただきます。いただきます。うんうん、めちゃくちゃ美味しいです。美味しい。洋風な、うんうん、なんかパセリが効いててすごく美味しいです。おすすめです。美味しいです。でもありがとうございます。ありがとうございます。おばあちゃんも実食。じゃあいただきます。美味しいですよ。里芋も柔らかいし。
柔らかいです。結構です。美味しい。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃまた。このチャンネルでは89歳あっこばあちゃんの元気な秘密、おばあちゃんの手料理、家庭菜園、昭和の知恵、旬の食材、九州のパワースポットなど配信しています。チャンネル登録よろしくお願いいたします。